今日は村田五郎くんにお越しいただいて、まあ五郎くん今回展覧会参加してもらってるんだけど、その五郎くんにまあ僕がまあ向けてというか、五郎くんまあ説明というか、まあ紹介をするテキスト書いたんですね。それが、五郎くんに作品の話を聞くと、しばしばオートポエースという言葉が出てくる。オートポエースは日本語では自己喪失と言われるらしい。だから難しそうで僕はあんまりちゃんと理解してきていない。しかし、それら論理から生まれる五郎くんの作品には、秩序から生まれる静けさや確かさがあるように思う。っていうふうに、まあ、僕、五郎くん紹介したんだけど、まあ、オートポエースって何かなっていうところで、今日五郎くんがこう紹介というか、まあ、いろいろ教えてくれるみたいで、ぜひ、五郎くん今日お願いします。オートポエース。なんか、よくわかってない。ですよねみたいな。そうなんです。いじってんのそれは。いやいじってるわけじゃなくて、まあまあまあ、でもなんとなくそういう、まあある種の秩序というか、なんかそういうところから、まあ、五郎くん。だからなんかそこを理解していなくても、なんかそういう気配というか、うん、感じるなって、まあそこに五郎くんの魅力を感じるんだけど、でもそのオートポエースっていうのをより知ると、多分よりその理解というか、まあ、知ることができるんじゃないかなと、今日いろいろ教えてほしいなと思って。はい。いいですか。あ、はい。じゃあ、はい、もう、3分で説明するね。ありがとう。だからオートポエースって、うん、システムの自己組織化って言われるんですよ。うん、で、システムの自己組織化っていうのもちょっとよくわかんないんだけど、うん、例えば、うん、原始の地球があって、うん、そのまだ生命は誕生してない海みたいなものを想像すると。うんうん、でそこにはタンパク質とかアミノ酸みたいなものはあるけど、まだ細胞とかはない。うん、DNA もない。うんまあ、そういうような状態の時に、うん、最初の生命らしいものが、どのように誕生して、うん、それがどのように自己維持して、まあ、増えていったりとか、うんまあ、していったかっていうことをまあ考えると、うん、でその時に最初に遺伝子もないわけだから、うん、こういうふうに、組織を作りなさいっていう設計図を与えられるわけでもない、うん、だけどなんかそこの辺にあるなんか生化学物質とかがこういうようになって、うん、でそれがなんか反応し合って、うん、なんか細胞っぽいものをなんかこう形作っていく、うん、最初の形ってものがあるだろう、うん、でそういうのを想像してた時に、うん、なんかそこにある材料とか環境とかの中から自然とシステムが立ち上がってくる、うん、生命らしいものが出現してくる、うん、そういうようなシステムを考えるっていうのが、うんまあ、システムの自己組織化、うんそこにあるその物同士がこう絡み合ってその何かこう立ち上げていくっていうか、うん、そこにはその意思その何かをコントロールする設計図じゃなくてそれらがそれら、うん、自分たちの それら同士がこう絡み合うことでこう立ち上がってくるっていうこと、うん、でそれが絡み合って、うん、でまあ一つの形みたいなのを作って、うんうんうん、でさらにそれをその形作られたものが維持されるような運動を継続するような仕組み。じゃあ無数にその維持されなかったものはこう無産していくし、そう形作られたものが立ち上がって、まあまあ、今のこの世界につながっていくみたいなイメージで、うん、そう、うん、そう、それでだからまあ単細胞の細胞膜がどのように形成されて、うんうん、かつそれが維持されていくかっていうような運動として、うんうん、細胞膜の形成運動とかにオートポエースっていうののシステムの、うんうんまあ、要件が出てくるな、うんうん。まあ、じゃあ、どんな感じかっていうと、説明するね。あ、まあ、出てくるって説明する。あその方がね、わかりやすい。ここに、うん、まあ、核みたいなものがあって、うんうんうん、核、うん。で、核みたいなものがあって、うん、で、まあ、ここにさ、うん、こう、ヒューッと、まあ、三角。うん三角のものが近づいてくると、うん、でこいつがもう一個やってきて、うん三角が二つ来ると、うん、で核と二つの三角が、うんまあ、反応する、うん、生化学反応を起こすと、うん、まあ一個の四角を出すと、うんうんうん、っていうふうに まず、うん、でこれはどんどん三角がいろんなところからやってきて、うん、こいつと反応すると三角が、まあ、これ一つ そのルールというかこ うん、この世界というかこういう世界の中でルールとして三角が近づいて角にぶつかると四角を生み出すっていう、そうで、うん、まあこうやって四角ができるじゃない、うん、で出てくるんだよ、うん、で四角にはその、四角が二つ並ぶと、うん、ここに手をつなぎ合ってつながるっていう、うん、その特性を持ってると、うん、でだんだんどんどん三角がこの四角を生成していって、うん隣のやつとこうつながっていくと、うんうんうん、で、まあ、こういうふうにやって、うん、だんだんこう角を中心にして三角が反応させた、うん、反応させて生まれた四角がどんどんこう周りにこう
こう鎖をつないでいくようにできてくる。でこの鎖がもう一個特性を持ってて、うん、外側から三角が入ってくることは、うん、その通すんだけど、うん、この内側に溜め込まれた、うん、三角、内側に溜め込まれた要は四角がこう余分にできてきたりするわけじゃないですか、うんうん、手をつなげない四角が、うん、そうだから三角は通すんだけど、うん、四角は出さない、うん、三角、うん、三角通す、うん、四角、うん、出さない、うん、まあこれが、うん、こう膜、うん、膜閉じこれ膜、うん、はい、うん、でそうすると、うん、どんどん膜の四角の材料になる三角はどんどん取り込むんだけど、うん、この鎖の材料になる四角っていうのは内側に溜め込むと、うん、でこの四角はある一定の時間を経つと、うん、まあ、この手を離してまた2つの三角にこう分解して分解されてしまう、うんうんうん、っていうそのタイミングっていうのは分からないの そのタイミングは これは例え話それともこういうふうなあこういうシミュレーションがあるシミュレーションがある、うんうんうん、でこういうふうにして、まあ、角と、うんまあ、四角と三角、うんうん、でこれがリンクになると、うん、でこの3つの特性を、うんまあ、正確物質の、まあ、比喩として、うん、こういう角はこういう特性がある、うん三角はこういう特性がある、うん、四角はこういう特性があるっていうふうに3つの要素を、うん、のそれぞれの動き方だけを規定して、うん、でさあじゃあ相手人にランダムに動いて反応し合ってくださいっていうふうにすると、うん、自然とふわーっとこう膜ができてきて、うん、でそれを維持し続けると。うんっていうふうにこの膜の形成運動っていうのがその起きる、うん、でこの時には、この要素のそれぞれの動き方だけ設定されていて、うんうんうん、この膜を作りなさいっていう指令自体は与えられてない、うん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 、っていうふうに設計図がないのにもかかわらず、うんうんうん、システムが自己を立ち上げてそのまま形成維持し続けるような運動を、うん、その自己組織化させるっていう、うんうんうん、そういうようなシステムとしてオートポエシスっていうのは考えられてるわけです。こういう動きについてこれのことをオートポエシスっていう言い方なんですよ。でこれは最後の形成運動だけど、うん、例えば知覚とか、うん、人間社会のコミュニケーションの連鎖反応とか、うん、そういうものにもこういう仕組みが働いているのではないかというふうに、うん、まあその細胞膜の形成運動からいろんな分野に応用的に考えられて、うんうんうん、そのシステムがおのずと自己組織化してくる場面というのは生命現象の中で非常にベーシックなものとしてあるんじゃないかっていうふうにまあ考えられるような、うんまあ、70年代ぐらいからまあそういう議論があってあのまあ言われてる。で五郎君の作品の中にもこういうそのシステムを使ってというか五郎君をある種その五郎君神じゃないけどそういう立ち位置で これを設定していくということ一つ一つを。それも作ってる作品によっていろいろあるんだけど、うん、あの最初に説明したみたいに、うん人間の知覚も生まれてからだんだん成長していく過程で、うんうんうん、人間がいろんな行為を通していろんな経験を通してどんどん知覚が形成されていく、うん、でいろんなものが見えるようになったり、うん、まあデッサンをやるっていうふうに、ん、そのいろんな訓練を積むことによって、うん、いろんなものの見方が獲得されたりとかもそうですし、うんまあ、できなかったことができたりとかっていう、そう、うん、そういうようなその知覚がどのように形成されていくかっていうこと自体も、うん、自らの行為を通して、うん、自らの自己を形成していくと、うん、その知覚という自己、うん、っていうあの考え方の中で、うん、あの男エースっていうのが捉えられるようになってて、やっぱ最初 そのマトラーナっていう人が、うん、なんで男エースとか言い始めたかっていうと、うん、その鳩の、うんまあ、あのマトラーナって神経生理学者なので、ねうん、で鳩の知覚っていうか網膜で、うん、その目でなんか対象物例えば赤いついたてを見せて、うん、でそれを見せた時に脳でどんな反応が起きてるかみたいな、うん、鳩の中で、うん、そう調べてた、うん、でそのこれを見せたらこっちはどういう活動かみたいなのを対応関係を見せたんだけど、うんうんうん、全然対応してないってことが分かった、うん、個体によって別々ってこと、うん、違うその見えてるものと脳で起こってる反応っていうのは、うん、その相関関係じゃない、うん、だからつまり鳩は勝手に
頭でぐる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 やってて、うん、でその見えてるものっていうのは、うん、そのなんつうの、まあ要は神経生理反応っていうものを引き起こすトリガーみたいなものにはなるけど、うん、今自分が見てる世界とか対象っていうものを積極的に脳が構成している、うん、その神経や脳が自ら世界を作り出している、うん、対象空間を映し出す鏡ではない、うん、っていうような考え方を取らないと、その鳩の知覚は説明できないっていうことがマトラードのその出発点だった、うん、だからまあでその時にその今までそれ以前オートポエス以前のシステム論っていうのは、うん、システムがあってそれを外側から観察している観察者がいて、うん、入力があって、うん、まあ、例えばアクセル踏んだら、うん、車が走るっていう出力が出るっていうようなそういうモデルとして考えられてたんだけど、そのシステム自体の視点っていう、だからその中にいる、そう、まあ、中にいるとか中にあるものたちがどう関係し合っているか、うん、そうそう、そのシステム自己自身の視点というものを考えないと、その生命活動とか鳩の脳みそがどうなってるかとか全然理解したことにならないかっていうふうに考えた。だからその時にそのシステム自身が自己組織的に立ち上がってきて、うん、自らの知覚をおのずと作り出していくっていうようなシステムをどう構想したらいいかみたいな議論の中に、うん、まあ、こういうものが出てきた。で、だから、もちろんそのサイエンス的なアプローチだったら、うん、オートポエーシスのシミュレーションを作るっていうのが、まあ、真っ当なアプローチ、うん、だけど人間がその作品を作るっていう場合は、うん、その自ら自身のシステムによって作品が生み出され、うん、である一筆のタッチを作ることによって次の自分のタッチが、うん、その、まあ、その引き起こされるし、それを反復していくことによってその線の引き方っていうものも変わってくるし、習熟していくかもしれないし、うん、どんどんいろんなバリエーションが作られるかもしれないし、うん、っていうふうにして絶えず行為することによって、うん、その人の絵というものが絶えず形成され続けるし、うん、その人の知覚も再形成され続けると、うんうん、だからそこでは、サイエンスと大きく立場が違うのは、うん、私自身がオートポエーシス的なシステムであるとして、うん、自己自身の視点をその中に、うん、まあ、繰り込んでいるってことが、うん、まあ、違うわけ、うん、あ、その、まあ、作品的ものとは科学というか、そういうものとありようとしてっていう、うん、だからまあそこがちょっと、うん、まあ、ややこしい点というか、うん、説明しにくい点だから、うん、面倒くさいから説明しないっていう、うん、あ、説明しないというのはあんまりそれについて説明しない、うん、まあまあまあ、その何がオートポエーシスなんですかみたいな、あ、つまりこの作品が、うん、あるこの作品がオートポエーシスのシステムを、オートポエーシスを表彰していますっていうことではない、うんうん、そのある種自分もその中にいるっていうことですね。そういうこと、そういうこと、うん、外からこれがオートポエーシスなんですよっていうことにはなってないっていうか、そういうことではなくて自分がその、まあ、この三角の四角とかこういう中にいるっていう、そういうことですよね、うん、ああ、なんとなく分かったような気が、分かってない、いや、でも、もうちょっとなんかありそうっていうか、多分でさらにそれやっぱりいろんな人の考え方とかね、五六なりのその、まあ、こういうものだっていうところは今説明してくれたけど、なんか多分こういろんなことしそうだよね、そうないのかな、いろんなこと、うん、うん、まあまあ、それはまた今度、また今度、うん、はい、ありがとうございました、これは五六、五六ありがとう。